やりたいと強く願うほどに、あなたを愛していたこと紛れもない事実、生きてさえいてくれればいいと思う。私は幸せの道を歩む。
言えることない十字架を心の中に刻む。どうもありがとう。ありがとうございます。改めましてブラックと申します。ブラックです。よろしくお願いします。まあ、なんかこの風貌でね、ブラックっていうとね、怪しい人みたいですね。怪しいですかね。私は怪しくないですよ。最近わかんないんだよね、その基準っていうのが。そうです ね、 ね、自分で自分のこと怪しいって決して思わないですからね。まあでも、あの、ちょこちょことね、物販が怖くて声がかけられなかったという声を。それちょっと前回びっくりしたよな。ね、びっくりしましたね。そういう声がちらほらちらほら。行きたいんだけど怖くて行けないってね。うん、いきなりこう胸ぐらつかまれたとかしないですからね。大丈夫ですよね。別になんかこう変な壺とか出さないからさ。壺なんですか、宗教の方の怪しさ。な、あの、これ壺っていうのがこう世代を感じる。あ、ね、壺とか玉とかさ。あ、まあ、なんか今のこの感じであるなら、ね、こう物販のところで値段書いてあるね、500円の、ね、下にちょっとちっちゃい丸がついてて、はい、5000円って言われるような感じじゃないですか。そう、犯罪やないか。犯罪じゃないですよ、ちゃんとゼロちっちゃく書いてあるから。いやいやいや、そういうのも犯罪ですよ。一番立ちの悪い犯罪。本当になんかさ、あの、何のためにここで歌ってるのかわけわかんないやね。え、あの、何度も何度も我々を見てくださってる方もなんかチヤホラチヤホラいっぱい見えてきたんで、うん、嬉しい限りですけど、はい、ようやくね、うん、暖かくなってきたし。そうですね、今日ちょっと寒いですけどね、ここ、うん、風がビュービュー吹いてて。でもあんなったもう2回前々回かな、あの雨だった日ですね。雨の日なんかもう寒くて寒くてさ、うん、出ないって感じや。そんなこと言ってない。出ないって感じや。そういうのが怖いんですよ、多分。物販行って喋ったら出って言われそうで怖いんですよ。いやいやいや、そんなことないよ。もう物販に来たらもう俺裏声になるからね。やだやだ、こんな感じになります。ピッと裏声になるからさ。そんな感じです。いらっしゃいませー。はい、いらっしゃい。やめろ。コミックバンドではないやな。ねえ。ね、いや本当こんな風貌してますけど、はいはいはい、ね、我々愉快に、あの、うん、やっておりますので、そうそうそう、物販の方もね。私一応、ロッカーですからね、我々。ね、ロックバンドをもともとやっておりますので、そうそうそう、そのあたりのこともちょっと、はい、なおちゃんね、あの、主催者の人がなるべく早くお願いしますねって言って、ベラベラ喋っとるやないか。すいません。ね、じゃあ、あのね、まあ、バンドの話はこの次の MC ということでね、はい、もう一曲、じゃあデュエットの曲を、はい、お願いします。はい、心のつぼみが花咲く春風吹く季節、私も感じる切ない、あなたに会いたI'm not afraid to die.
一人と笑顔溢れる艶やかな波来道になるっていうなんかのど自慢大会みたいな。いやもうなんか喋ってる時がお笑いみたいになっちゃうからね、うん、漫才みたいになっちゃうじゃないですか。いや俺は至って真面目にやろうとして私も至って真面目にやろうとしてますけど。嘘いいよ。こんな感じで我々2人でこの男島さんのステージはブラックというユニット名で出演させていただいてるんですが、もともとはストレンジブルーという、ロックバンドからね派生したユニットですね。はい、はいはいはい。ストレンジブルーというロックバンドを見たことあるよっていう方いらっしゃいますか？あ、結構、はい、結構いらっしゃいますね。そうね。知ってて聞いてんだけどね。手あげるよみたいな圧をかけてないですよ。大体この辺の方たちはなんかバンドでもお会いしたなみたいな、うん、そうですね。ゼロって寂しいからさ。そうです ね、まあ、コロナの関係でねやれなかったですけど、栄南音楽祭とかね、まあ、ちょこちょことこう名古屋のミュージシャンが集まるのも出させていただいてたんでね。はい。でそこから派生して、まあ、コロナのこともあったのもあり、でそこのボーカルとキーボードなんですが、まあ、2人でこう歌とピアノだけでどれだけね音楽を追求できるかということでね、はいはい、2人でこうアコースティックのユニットをやり始めたんですけど、はい、まあ、ステージを重ねるごとにねお笑いなんか漫才をね極めていってるような感じになってしまってます。な本当になんかM1 目指してるの？もともと我々2人ともこのバンドの中でもよく喋る機会が多くてですね。俺は喋らないよ。いや私が一方的に喋ってるってことですか？それはそうよ。本当？そうそうそう、もともと俺は喋るの嫌だったし MC もしませんって言ってたのに、うん、してくださいしてくださいって言われて、うん、でなぜかあなたと絡んで、うん、いつの間にかもうイメージがガラッと変わっちゃった。もともとね2人ともすごいお酒を飲むのでね、ツアーとか行くと2人で夜中明け方まで2人で飲んじゃうような感じだったんで、まあ、それがねこのステージ上でも出ちゃうんですけど。あもうあれは本当にねもう見にくいね。見にくいですね。あの時間は見にくい。本当にね、別になんてこと喋ってるわけじゃないんだけども、そうそうそう、多分引き見ますよ皆さん。その光景見ると特にこの人はね。バラさないの。もうドスッピンでドパジャマでこうやって抱えてガンガン叩いて、ブス舐めますよーって来た来た早くなした ね、まあそんな感じで2人でこういろいろ計画しながらやっておりまして、まあバンドの方もねまたどこが計画してるの。いろいろそこでミーティングしてるじゃないですか。ああ、そうですね、まあ、一応音楽の話をしてるからね。そうそう、というね、そのストレンジブルーというバンドの方がですね、うん、これもここで毎回告知させていただいてるんですけど、映画の挿入歌に、決まりまして、おお、ね、バチ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 、はい、ここ拍手が鳴ります。ちょっと喋っててくれる？え、ちょっと水分補給したいからさ、はい、本当はね映画も去年公開の予定だったんですけど、ぬくもりの内側という白石美穂さん、V6 の永野くんの奥さんはですねが、主演でやっている映画の、まあ、ヒューマンドラマみたいな感じですよね。まあ、命、人の最後どう生きるかっていうことをテーマにして書いた映画の挿入歌としてうちの楽曲が使われております。で今からその、楽曲になっているストーリーをやりたいと思うんですが、まあ、そのぬくもりの内側、すっごい噛むんだけどどうしよう。ぬくもりの内側という映画ですね、今年の夏頃に一応全国で公開予定になっております。でうちのねこのこわもてのボスもちょっとだけ出てますよね。そうそうそう、ね、出てるんですよ映画に。長野弁喋ってますよね。まあ長野弁喋ってくださいって言われた時に長野弁って何やろうって思ってね、特に出ましたもんね、まあ、
特訓受けましたもんね、うん、監督からね言われて結局なんか叫んでただけみたいなうるえみたいな感じだったんだけど、2人でねその、エキストラ出演のところの撮影も行ったんですけど、うんうん、まあ、みんなに大御所だと思われてペコ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 されてね違う違うっていうかね、どこの事務所の方ですかとか、何年あの俳優さんやられてるんですかみたいな、今日撮影初めてなんですけどえら遅咲きですねみたいなでやられてる横で私はずっとコードを巻いてましたけどねスタッフしてそやねっていう、まあ我々のこのちょっと貴重な経験のね詰まった映画が夏頃公開されますので、はい、あこの曲だなっていうのをちょっと今日聞いて覚えていっていただけたらね、うん、いいなと思いますね。長いね、はい、話、はい、では、ストレンジブルーの楽曲から、ブラックバージョンのストーリーお聴きください。なっても、ストーリー、
もありがとうございました。ありがとうございます。まあね、演奏してるのを聞いていただくと、まあ、至ってねまともにミュージシャンに見えると思うんですけどボスはねずっと歌をこうやられてきてますよね。そうですね、まあ、ずっと歌というか、あれ、どう答えたらいいの？結構ずっと歌い込んできてるじゃないですか、まあ、若い頃から。いや、あのね、違うんですよ。学生時代は結構頑張ってね、うん、名古屋でこう一生懸命音楽やったんですけど、そこからもう社会人になったからずっとやってなかったんですよ。だいたい30とバレるよね、年が足したね、今ね。まあいいんだけど、ね、もうその年をごまかすようなね、年でもねですからね、うん、私はごまかしますけどね。やっぱ女性はそうよ、分かってんだけどな、大体。そうですね。あ、そうなんだって言うんだから、こうピクってなってるからさ、これでシークツーって言ったのね。まあいいんだけど、それでね、あれですよ、このバンドを組んで、もう本当に何十年ぶりに音楽をやりだしたって感じです。うん、なんか結構よくこう、うん、どうしたらね、あのボスみたいに歌えるのとか、そういうボスみたいになりたかったっておっしゃっていただくことが多いじゃないですか。そうなんですか、うん、もっと言ってほしいな俺もっと、じゃあ皆さんもっともっと言ってくださいいやいやいや、本当にとんでもないですよ。まだまだ勉強の最中で、はい、ね、もっといい歌が歌えるように勉強してるところですよね、うん、はい、うん、ね、まあ、じゃあ、2人でね、この男島のステージもまたちょくちょくとね、今のさ、はい、MC って意味あった？ありました。みんなが気になるところを聞きました。そうなんだ。そう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 。え、なんでその身の上話なんだろう。いや、そのボスのこの歌がすごいねっていうのを、やっぱ私も直接、いや村さんすごいよねっていうのを言っていただくことが多いので、ね、まあ本当に楽しんでもらえればそんで、それだけでいろんな楽しみ方があると思うんで、うん、見てもなんか面白いよね。こうずっとこう見えてもね、これ俺見てんですよ。これ見えてないと思ってるでしょ？うん、ね、バリバリ見えてんのよ。だから一生懸命聴いてる人もいれば、ね、もう次のアイドルの出番を待つためにしゃあなく聴いてる人もいるよね今日 ね、実は、うん、前回ね、2週間前のこの男島さんの時に、はいはい、私たちの前アイドルの子たちだったんですよね、中学生ので、私とボスがここに控えてるのがずっとこのライブ配信の時に仁王立ちしてるのが映ってたみたいで、もうちょっとこっち行った方がいいよって言われましたあ、本当ボディーガードかなんか思われたからボディーガードか、後ろから変なやからが絡んでる、ボディーガードかなんか事務所の社長とかさそんないいもんじゃないと思う。あ、そうか、うちのタレントに手出したら怒るねみたいな、違うかな、はよせえやみたいな感じで見えたんですよ。それは一切ないね、ないそれは一切ないけど、俺っていつもビビってるもんね、アイドルの前アイドルさんだみたいな、そうそうこの後やりにきみたいなね。いや、私の方がビビりますよ。なんかアイドルの後に私出てって、みんなさーって弾いたらどうしようかなみたいな。あ、まあそうだ、あなたのはきついかもしんな、そうそうそう、同性だしな、俺はもう完全にもう保護者ですかってなるから逆にいいよな。そうそう、ね、確かに確かに、はい、ということで最後の曲に行きたいと思いますよ、はい、いきなりだね、最後の曲紹介を。はいはいはい、この男島さんの、イベントはほぼほぼ毎回出させていただいてるんで、また2週間後だったっけ、あるんだっけ、またここでやりますし、まあぜひまた来てください。これぐらいの時間にまた僕ら出ると思うし、はい、ね、こんなんで申し訳ないんだけど、うん、ね、物販着ていただいてもね、何かブランド物をたかったりとかもしませんので大丈夫なんでひどいね、あ、違う、そういうふうに見られてるかなと思って、まあ、そんな感じで最後の曲、これちょっとね、ノリのいい感じのジャージーな曲なんで、よかったら皆さん一緒に乗ってくださいね、仮面舞踏会マスカレードという曲です。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、Let's go!
手を脱ぎ捨てた。それがマスカレ。いいっすね皆さん。今日は本当にどうもありがとうございました。また来てくださいね。ね、顔覚えてますからね。怖い怖い。絶対来てね。怖い。絶対来てね。あら、ありがとうございます。あらららららら、どうもありがとうございます。もうね、毎回毎回ね、いただいてるんですよ、はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。まだ終わってないね。まだ終わってないですよ、最後ね。マスカレブラックでした。どうもありがとうございます。